坂戸営業所所属車両東武バスウエスト、坂戸営業所とは埼玉県坂戸市千代田にある東武バスウエストの営業所。最寄りバス停留所名は坂戸車小前である。川越営業事務所の参加である。東武バスの公式ホームページの路線図は東営業所と川越営業事務所が一つにまとめられている。主に若葉駅、鶴ヶ島駅から坂戸市内、 鶴ヶ島市内への路線を担当している。川越営業事務所の路線である、川越09系統の一部の便は、坂戸営業所の車両で運転される。分かれ3系統の定期運行は平日のみであるが、必要に応じて、休日に臨時運行されることがある。日野車17台、いすず車7台の計24台が在籍。大型車日野車ブルーリボン2が5台配置されている。 イスズ社は7台前車がエルガシ ENG である。ディーゼル V8 搭載モデルがアゲオ車庫から転属してきた。中型車イスズエルガミをレインボー24台が配置されている。小型車コミニティバス用に日の DS が7台配置されている。新たにポンチョが導入されている。AB。2020年6月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2020年6月11日閲覧。5、22はかば駅東口や渡団地、川島町役場線の新設について。東武バス。2017年7月11日閲覧。新設、川島町役場線候補川島2017年5月号。東武バス、川島町役場線のルートが変わります。川島町。5、23、鶴ヶ島零一。 鶴ヶ島駅かは鶴団地線の日、祝日ダイヤ設定について時刻表改正等の情報、東部バスオンライン、www.tobu-bus.com2021 年5月20日閲覧、東部交通広告のご案内ト部 AD メニュー2020、11、23、バスティバル2018開催に伴う臨時バス運行について、東部バス、 2018年12月1日閲覧。JR 川越線、的場駅から少し離れた位置に、バス停が所在。ありがとうございます。